まるごと必勝チャンネル司会の平田里奈です。今週も柏木さん、丹下さん、よろしくお願いいたします。お願いします。先週は宝塚記念が行われ、3番人気の里のクラウンが昨年12月の香港バーズに続く G1 2勝目、国内では初の G1 制覇を飾りましたが、お二人はレースどのようにご覧になりましたか？里のクラウン、前回天皇賞とかじゃなくて、もうここに的を絞ったという感じでね、素晴らしい出来なのと、去年の宝塚記念全然良くなかったんですよ、はい、でそのさっき出てきた香港バーズもね、実は香港使うの 2回目でね、前はダメだったの。それは旧車力というかね、調教師の手腕だと思います。まあ里のクラウンもともとダービー構想したんだから能力はあるんだけど、そのダメだったら次に的を絞った事情を勝つというのはすごいよね。パドックで見た時に北サンブラック、人気の北サンブラックのすぐ後ろを歩いてたんですけど、はい、北サンブラックの出来分ではなくて、あ、里のクラウンってとてもいい馬だなと、首のこう作り方とか譲り方、背腰のこう動き方とか腰の送り方、はい、あ、里のクラウンいいなっていうのは正直思ったんで、まあ結果的にねその通りになりましたけどね、はい、ミルコ・デムーロジョッキーも、里のクラウンのその出来の良さは分かってたんでね、道中1000m 通過1分0秒6あの馬場だとスローではないと思うんですけどね、これ 1000m から、ね、11秒6と11秒8と上がった時点でちょっとね、あまりにもこう里のクラウン出来がいいから、ちょっと北サンブラックからかいに行く余裕があったんです。からかってましたというか動いてくださいって言ってで、そうですね、デモラ自分で下げちゃうんだからすごいよね。そうですね、北サンブラックをなんかこう任すためには、そこでこう北サンブラックにプレッシャーかけてうっと思ったら、でそこで引くっていうのはね、デモラを、それだけ、お前に自信があったので、その作戦がね取れたと思うんですよ。でその北サンブラックが断然人気で負けたんだけど、まあ理由は一つじゃないと思うけど、明らかに体調悪かったと思います。明らかに、前回と比べるとね、見て取れた感じでしたね。悪くはないけど、いいっていうのは何もなかったね。やっぱり前回の反動で疲れがあって、だけど回復したんで、またバリバリ攻めもやったのが、結果的にはお疲れモードにこうさらに負担をかけたかな。だからシュバルグラムも出来良くなかったよね、反動でね、だから凡走したんで。シバルグランド北サンブラックは天皇賞のレコードっていうのは、あの三冠は厳しいなっていう印象がありました。でもう一つは一番合わない距離だったという気がする、だって他の陣営はだって今丹下さんが言ったように北サンブラックをいじめに行くことが できるんだもん、北サンブラックは合わない距離だからどうしようもない、春の三冠でしょ、はい、大阪杯、天皇賞、春で宝塚記念、この3冠を全部勝とうというのはものすごい無理だと思います、だって3200m の後 で、でレコードの後でしょ、で前回と同じ状態というのはそれはありえない、かなりタイトなスケジュールでしたからね、だから北サンブラックはちょっとかわいそうだった、お疲れ様でした、北サンブラック。さて今週の番組は福島で行われるハンデの G3ラジオ日経賞を中心にお届けします。もちろん番組後半でお二人のラジオ日経賞出走前場の評価もお伺いします。お見逃しなく。ラジオ日経賞をポイントで解説、重賞のツボです。お二人に展開、コース、タイム、騎手、血統、スペシャルの6つの壺から1つを選んでいただきます。ではまず柏木さんの壺、どこになりますか？スペシャルでハンデ。スペシャルでハンデ、はい、三歳馬のハンデ戦というのは実は前もやったんですが、ラジオ日経賞がその伝統を引き継いでハンデ戦になったんですが、はい、このキャリアでハンデというのはこれは難しいでしょう、ハンデキャッパーも、ハンデキャッパーもすごい難しいと思います、はい、自分でハンデつけてみればこの馬ならこれくらいだろうっていうのが、
うん、だから多分すごい誤差が出る馬がいると思う。そしたらその馬は狙いかもしれない。本当のハンデはもっと広範囲なさまざまな要素を合わせてハンデを決めるんです、うん、ところがこれのハンデは極めて限られた要素で決めるしかない、うん、だから自分の持ってるハンデと違うって感じたらそれが買いだと思います。なるほど。今回特にハンデが差が大きいような気がするんですが、いかがですか？そこら辺ですから、例えば56、7キロの馬と51キロの馬と、ね、本当にそんなに差があるのかっていう感じたら、感じました。感じたらじゃあ軽量の方を買った方がいいでしょう、はい、いや小回りの制覇地で福島コースで5、6キロ差っていうのは大きいですよ。一クラスじゃ違う、つまらない。二クラス違うというランクですけど、でもこれ牝馬のライジングリーズ以外はみんな一人勝馬ですよ、うん、なんでそんなにハンデがつくんだって、はい、私がハンデつけてもつけると思いますけど、うん、そこには無理がある、うん、年によってね、うん、本当にラジオ日経賞はハンデが大きい時と、うん、小さい時はですけど、はい、分かりやすい年の方が、うん、あの狙い馬っていうか自分がこう買おうっていう柏井さんのおっしゃったように、はい、これを買うっていうのが、うん、自分なりのこの、ね、ハンデの仕方、はい、買い方も、ね、楽になるかなと思います。で確かにコバのハンデ戦だと 前回とかあるから誰がつけても同じハンデになるけど、これは自分でハンデつけたら全然違うと思います。では続けて丹下さんのツボどこになりますか？はい、展開展開、はい、ラジオ日経賞ね、スローだから逃げ残りだからっていうのは考えなくていい、それこそハンデとかを考えながら自分の買いたい馬を展開をなんか変にこうこねくり回すようなことはやめた方がいい、うん、というレースだと思います、うん、ハンデ戦だからね、うん、逃げ馬を思い切ってそういうレースじゃない、むしろ差し馬に買うならそれは十分の展開でも大丈夫だ、うん、狙いを絞って、いいと思います、うん、ラジオ日経賞の出走前馬をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。開幕週を迎える福島競馬場で行われる伝統の3歳半で重賞、それでは行きましょう。ロードリベラル、うん、いや収集つくと思うけどね、はい、手が回りきれない、はい、グランドボヌール、うん、ちょっと苦しいか、うんうん、西のアップルパイこれは意外ともっと大きな印でもいいかもしれないですね、うん、2走前 の中山戦、はい、八重尾という馬場でね、1分34秒ならこれはもうちょっと絞り加減の馬場で、馬場差を差し引きすれば34秒0ぐらいじゃないか、うん、福島のね 1800m ウィーズ・ザ・クラウン3区で、中山の坂を駆け上がるよりも一波乱伸びたけれど、うん、負担が楽になるよ、うんうん、ハンデも軽くなったよ、どう買いたいね、のんきにこう割とこう自在なレースができると思います。マイネルスフェーンおー、うん、これは56キロのハンデは妥当かなという気がするんです。軽い馬は怖いんですけど、一応主軸にという意味で、うん、ホープルステークス2着です、はい、坂上からの足色はとても良かったです、だけどその勝ったレイディオロがね、ホープフルステークスを使って反動が来たように、その後のやっぱ形勢杯頑張ったけど3着ってのはこれはどう考えてもそのマイネルスフェーン、ちょっとこう無理があるローテーションだろうと思いました。56キロというのも経験がないよ、56キロで勝ち比べはないんだけれど、まあこれは儲けもんだなって56キロでもなんとなく当たるような気がする今回結構自信たっぷりですね。いや、なんとなくって言ってるでしょライジングリーズン、本来はね、金の馬、うん、気の強いというか入れ込みの多い馬なんですよ、金馬なんですよね、はい、前日19の福島だったら、うん、なんかね、
とてもリラックスして、うん、まあ、ちょっとまあパトクで見たらわーっと思うんだけど、うん、この馬にしては落ち着いてレースができると思います、うん、動画でも55キロ重いですね、うん、まあでも、まあ、男馬に換算したら一応57キロということになるんだけど、はい、福島にぴったりだよね、はい、ね、福島のイメージに合うね、うんうん、だからこれはこれでは失礼かなという気がするけど、褒、うん、めて言えばあのフェアリーステークスの人気性勝った時も休み明けだから、うん、一息入れてきたというのはすごいプラスじゃない、うんうん、だもっと色を変えてもいいよ、うん、お母さんの系統はすごい古い系統でね、はい、まあ、日本の代表する名品系であのブラックタイド3区では、うん、北三ブラックをこう彷彿させるところがあって、うん、意外とタフに成長するかもしれない。里のクロニクル前走シラリルステークス勝ってます、はい、毎年ねシラリルステークスはね出世レースだと言われてるんですけど、馬場さを考えても、まあ、あんまりこうすごいこう才能のある時計ではないな、うん、あんまりこうそのシラリルステークス全幅の信頼では置けないんではないかなと思います。でも前走うまくこう足を溜めたとか言ったんですけど、僕はねあんまり反応しなかったような気がするんですよね。いや、そこがポイントだと思います、はい、で57キロってトップハンドです。で京都新聞杯2着ですし、うん、当然トップハンドになるのは納得なんですが、はい、開幕週の福島に合わないような気がするんですけど、そんなことないですかね。いや能力は多分ベスト3文句なしですよね、うんうん、彼がトップハンデを背負わなければいけないメンバーというのは普通のクロニクにとっては有利だって見方と同時に、重賞なんか勝ってもいないのにトップハンデかよっていうのはある。だからそこが今年のハンデの難しいところなの。じゃあ半分信じて半分信じないし、うん、不利だと、いいよ、今年 のラジオ日経賞ね、この里のクロニクルの57キロに挑戦するかどうかだけです。ああそうだね、ええ、ウィンガナドル、うん、丹下さんだけど、いやこれ難しい、うん、ゼイゴールドのメジロマックインっていう配合なんでね、オモは得意だと思います、うん、福島上がり平坦代わりもいいと思います。だけどね持ち時計がない、いやいやでもこの時期だからね、そんなにこう突然の雷雨っていうのもありますし、はい、でも56キロで勝ってます、はい、53キロ、はい、柏木さんがおっしゃってた、あこれ軽いと思った人がいると思うんですよね。まあ、そういう時はやっぱ抑えなきゃいけないのかな。BB ガウディ、はい、お母さんのヘッドがダイナカールのゲートなんですけどね、平坦コースすごい合うと思ってるんです。ダメそうだけど絶対買います、うん、ダメそうだけど絶対買う、うん、いやそういうメンバーのこと、いいところ見つけたら買わなくちゃいけないという、うん、はい、バルベーラ、お前回渋った馬場で時計平凡ですけど、はい、見てて、あ、勝負というなと思ったのと、やっぱり51キロというのは、うん、それは明らかにランク下なんですけど、はい、ちょっと買ってみたいなという、これも根拠、いや今年のメンバー根拠はみんな気迫だと思います。ごめんなさいね、天気報待ちだけど、雨が降ったら買いましょう。いいです、うん、いいですね、雨なら、うんうんうん、はい、ちょっと買いたいよ ね、はい、ね、うん、秋山ジョッキーを最初から指定してきてるんでね、はい、福島のこんな風に雨が降るんじゃないかな、うん、ちょっと渋るんじゃないかなっていうのがなんとなくね狙ってるっぽいあります。マイブルーヘブン、つけたい、つけたい、セダブリランテス、こちらはいかがですか。いやこれは人気になると思います、うん、特に魅力は前回新潟で時計以上の解消だったことと、うん、母父ブライアンズタイムというのもね、なんかもうラジオ日経賞になったら忘れてはいけないぐらい、いや、うんと人気になるんであえて抑えにしたという意味です。なるほど、どうもちょっと時計的な根拠はあまりない、うん、ただ
こんな印つけて怒られたけど、ディープブリランテサンクって思ったより、はい、いいね、ええ、きっといつでもあの自分の能力だけは頑張るぞ、うんうん、そこで限界もあるんだけどね、うんうん、これは評価の上がる勝負だと思います、はい、クリアザトラック先発の持ち時計47秒台があるように、はい、距離ベストなんですけど相手の出方によってはちょっとなんか行きたがるところがあるんで、うん、そのレースの流れにうまく乗せて途中からスパートっていうのは難しいと思うんですが、はい、意外と田辺騎手に合ってると思います、うん、56キロという筋量は、はい、3走前にまあ、経験してます。やっぱちょっとカリカリしたところがあるんで、関西馬なのであの前の日もしくは2日前にねお泊まりできるというのは、うん、これはとてもいいと思います。柏さん2でしたっけこれにしてはちょっと人気がありすぎるんで、うん、まあまあそうですね。お二人の金銀銅はこちらです。私の今週の予想はこちらです。セダブリランテス、今まで負けなしで2勝してきてますし、あと過去のラジオ日経賞金量の 勝率を見ていくと過去5年でなんと4回54キロが勝ってるんです。西のアップルパイと迷ったんですが、このまま勝ち進んでほしいなという気持ちでこの子にしました、うん、いや54キロっていうのはね、うん、重くもない軽くもない一番何でもないハンデなんで普通のハンデ、そう普通に走る、そうだから一番妥当だよね、うん、いやあの、うん、取ってつけたようなデータ自分に都合のいい過去5年で4勝なんてねそういうことを言い始めると大体なんかあの、うん、多分50円とかの方が一番出てるんだと思う一番普通で言った、うん、調べてないけどね、うん、そうだね、つきやすいハンデっていう、そうだね、うん、では前週に行われたレース出来事などお二人が気になったことを自由に語っていただきます。柏木さん、丹下さん、気になった馬レースなどありましたか？京都の土曜日のタルミステークスですか、はい、